双子じゃないで。友達やで、マーシングです。はい。今日の企画は、本当はモテるのに損してる人の特徴を紹介していきたいと思います。はい。この人絶対モテるはずやのに、うん、ここが足りひんよなとか、これがあるから、みたいなさ、ちょっと惜しい人っておるやん。みんな、モテる要素って絶対一人一つは持ってるはずやのに、そこを生かしきれてない人が多いと思うよ、私はね。ちょっと気に入ったこと言っていい？何？なんか自己啓発の人みたいな。どういうこと？みんなできるはずやねん、みたいな。本当はモテるのに損してる人の特徴、そこを直せば、もう完全にモテる男になるよっていうところを紹介していけたらいいかなって思います。はい、優しすぎる。あー、それは言ってこわへんかった。あ、ほんまに、うん、もうこれがさつ一番定番やと思ってるし、よくみんなも言われたことあるのが優しすぎるっていう言葉やと思う。優しさってさ、絶対持ってる方がモテんねんよ、うん、それは全く優しくない人と優しい人でどっち選ぶってなったら優しい人を取んねんけど、優しすぎると自分とおってこの人に気使わせちゃってるなとか思って、逆になんか自分とおらん方がいいんかなってこっちは思ったりするし、優しすぎる人はみんなに優しいよ、女の子で。いいことやねんで、めっちゃいいことで、その人がさ、彼氏になったらさ、さつきの彼氏ってめっちゃ優しいよな、みんなにもって言ってもらえるぐらいいい人やねんけど、こっちからしたら不安というか、え、でもさ、やっぱりみんなの前で対応悪いのに、なんかツンツンしてるのに自分だけ優しいとかが嫌い、そこが一番似合ってるポイントでは。みんなに優しいのが悪いって言ってるわけじゃなくて、恋愛対象として考えると違うかなってなっちゃうよな。特別感欲しいよね。そう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 、細かいところはい、男の人と会った時に清潔感の話かな。ほうほうほう、これは清潔感、あー、手のこの爪の間が黒かったりとか、髪型のなんかちょっと不整とか、髭のここのマスクはみ出てるとこ、あ、そう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 、剃り残しとか、眉毛若干つながってるとか、そういう細かいところで無理って思うかも。その人曰く、俺モテるねんって言うとって狙ってる女の子にそういうことは言わんのもね、友達やから多分それ言ってくれてるんやと思うけど、あ、そうなんやって思って言ってんけど、その爪じゃ無理やろって思う。あー、なんかめっちゃ上からましやけど、そういう細かいところの清潔感も重要や。いや、それはそこの点やったら絶対に私は好かんと思うねって思っちゃった。爪の中にたまらん方法は爪を切る。あ、間違いない。で、爪切ってる人の方が女子は好きやと思う。好きやな。あれ塗ってる男子はどう？綺麗に見せるさ、透明なやつあるやん。ちょっと保護も、爪を強くもできるやつみたいな。言ったら、ネイルじゃないけど、ネイルみたいになるやん、光り方が。あれってさ、女子はさ、してても違和感ないやん。男子がしてるのはどう？全然、うちネイルで、カラーのネイルしてくる男子全然。あー、なるほどな。なんやろ、なんかさ、うちのイメージな、専門学生がしてそうな爪って感じ。普通の男子がしてたら余計にいいかも。別に専門学生があるみたいな感じじゃないけど、なんか奇抜みたいなイメージなんですよ。普通の服でそれをするのは普通のオシャレやなって。あー、なるほど。カラーは、そこまでなんか男性のそのカラーの爪を見たことないからわからんけど、透明のやつはめっちゃありやなって思うねんな。あー、してる人が一人周りにおって男の子で、なんかその人の爪見た時に、そう、綺麗って思って。で、なんかめっちゃ清潔感あるなって思ったから、爪を、あれ、保護もしてくれるからさ、強く、割れにくくなったりとかするから、ぜひ、お近くのドラッグストアで。だつらさ、なるほどなっていう単語を言いすぎてるってお父ちゃんに言われたんですよ。あー、確かに。さっきも言わんように気をつけようと思ったけど、言っちゃった、なるほどなって。いや、足もなるほどな、もう言うしな。あいつ血みたいになっちゃってるよな、もう。わかる。なるほどな。なるほどな。食べ方。あー、個人的にどんだけ顔が良くても、どんだけ身長高くても、どんだけファッションセンスが自分のドストライクでも、食べ方汚い人は無理やね。食べ方まで行くってことは、なんか夜ご飯まで持ち込んでるわけや。うん、最初のいただきますよパクぐらいでさ、多分気になるやん、くちゃらーとかやった瞬間、そこであ、くちゃらーやって思うやん。じゃあもう一生そこ聞いてしまうねんな。めっちゃ見てしまうねん、そこで。そう、耳が勝手に音を拾っていくねんな。え、そうそうそう。あれ2、3回目のデートとかでも毎回聞いてしまう。多分な、見てる人が思ってる以上に気になってると思う。うん。ゼロから行く人とかめっちゃ気になる。迎えちったな。そうそう。うん、わーってなる。
や、何も言わんけどな。うん。親じゃないから。まあ、そうやな。食べ方ってさ、人になかなか注意ってされへんやん。うん、自分で気づいてない人って結構何人もおると思っとって、うん、一回、親とか、めっちゃ仲良い男友達とか、まあ、女の子を見てたらめっちゃ仲良い女友達とかに、実際自分の食べ方どう、うん、みたいな感じのことを一回聞いた方がいいかもしれん。さつもさ、なんか自分は食べ方大丈夫やって思っててんけど、お箸の持ち方は小さい頃さ、お母さんとかに気が変わった時に矯正させられたから大丈夫になってんねんけど、なんか持つ位置がたまに近くて、あの箸先と。で、それをなんかサブちゃんとかで食べてる時に自分で編集しながら見た時に、ちょっと汚って思っちゃうねん。へぇー。5センチとか言うやん。とかに直そうとか意識するようになったから、なんか自分が食べてるところって、大丈夫やって思ってても意外と生きてないこととかあるから見てみた方がいい気がする。ちなな、こうお箸こうあるやん、うん、でこれが近ければ近いほど近い人と結婚するらしい。で言うなんかあの君の名はかなんかでやってたけどこれぐらいだったら海外の人と結婚するみたいな。自分の生まれたところに近い環境の人と結婚する人は余計に近くなる。あ、そうなんだ。っていう期待です。なるほど。そう、うちめっちゃ気になってて、であの近すぎたら嫌やなって思って近いとき。それ自主的にしたら意味ないんちゃう。自信、男の人って自信ある人の方が持ってるって言ってる。あー、なるほどね。そうだから自信がない人がもったいないなって思った。ちょうど話しとって最近、なんか地元の子で、うん、男の子でなんでこの子はモテへんのやろっていう話になったわけ。たまになるよね。でファッションセンスもいいし、うん、全然いいのになんでやろって思ったら、うん、あいつは自信ないからやって話になって、自信なかったらさ、なよなよして見えるよ、うん、女っぽく見えて異性として見られる、うん、みたいな感じになるから自信やなみたいな。でも自信って中から出るもんやからな。だからそうやな。自己啓発のさつきさんやな。言うんやで言うやん。女子も可愛いって思って自分のことを思い続けた方が可愛くなっていくし、みたいな。なんかそんな感じで、もうとりあえず自分にかっこいいって言い聞かせるとかやな。あー、確かに確かに。春がさっき地元の男の子でなんでこの子はモテへんねんやろみたいな話したみたいな、うんうん、でそれで思い出すね、この人なんでモテへんかったんかみたいな、うん、オス。あー、何それ。今のあー的に分かってたみたいな言い方やんな。二人っきりとかになった時に押してこん、ぐいぐいこん、ずっとぐいぐい。ではみんなの大勢の飲みの場で、うん、なんかもう春かーみたいな、あー、キモー、やめた。そういうぐいぐいじゃなくて、あ、分かるわ。そっから2人で買い出し行くってなります、はい、ってなった時に、うん、女子が2人でも行っていいよってなるってことは、多少押してきてもいいよってことやね、はい、多少グイってきてもいいよってことやのに、はい、そこでもう一切距離もこのまま歩いたりして、うん、一切肩がぶつかることもなく、一切手が触れることもなく帰ってくると、うん、あ、この人は違かったかもって思うねん。ちょっと押せる人、うん、ちょっと肩が触れ合うぐらいの距離で歩けたり、うん、そうそう、なんかそのもうええやん、別にとかできる距離感で生きる人はモテんねん。確かに。そう、押せよってな。そう、押していい場所で押さう人は損してると思う。でも結構押すの待ってる女子は多いと思う。え、待ってるよな。え、これワンチャン2人やからなんかあるんじゃねって思いながらコンビニ行ったりするような。初めから2人のデートとかやったらちょっとまあ別なんかもしれんけど、うんうん、大人数から2人とかなんかあからさまに異性として見られてて、しかも大丈夫な範囲にいるなみたいな場合の時は押すべき。ギャップあったらやっぱりさ、惹かれるよな。まあ、いつもは普通やねん。うん、だからもう、普通に友達みたいな感じで喋ってんねんけど、いざという時に男らしさ出してくる。たくましさとか、そういうのって大切や。いや、そういう場面を見せてほしいなとは思う。そういう人やったら、あ、この人異性とも見れるわ。って思うねん。やっぱそういう瞬間。やってないとさ、なんか、ずっとオープンみたいな。全部知ってる感あるやん。そう。もうなんか、あ、ずっとこの人はこうなんや。もううちは全部あなたのこと知っちゃった。みたいな感じや。もう面白さがない。仲いい男友達でいいってなっちゃうよな、うん、じゃ今まで出た中で一番これがほんまモテんのに損してるよなって思うこと、はい、いっせーので押す。やんな、やんな、だから言って。いや、なんかほんまにほんまに絶対ないよな、うん、もう一個もやってたら、まさつ優しすぎるやってる、うちも。え、もうね、やけど優しすぎるは、まあ2人の距離感までいってない可能性もあるなって思って、うん、この人は2人っきりになれる距離感までいってんのに、そう、今日の動画はここまでです。この動画がいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。